私たちの蔵は明治10年の創業で、今現在の商品の中心になっている文化人っていう商品はちょうど2代目の有沢創作が名付けた商品名です。で、私で5代目になります。高知県は年間降雨量が日本一で非常に雨の多い県なんですね。で、県の面積に対する森林の面積も多分日本一ぐらいですね。ほとんど山なんです。大量の雨が降ってそれが一気に河川に流れ込むっていう土地なので、非常にこう水が超軟水なんですね。それに加えて当社の使っている物部川水系の水っていうのはカルシウムがちょっと豊富な水でして、発酵が穏やかで、しかもその上米が割と溶けやすい水質ですので、味のりのしやすいこう優しいお酒になりやすいところはあります。最初製造量がだいたい5、60石で10年ぐらい全然伸びずにそのままっていうで、こう販売量が伸び始めたのは結婚して家内が営業に回り始めてからっていうのが伸び始めたきっかけですね。だからそれがまあ転換期だったのかもわかんないですね。こう日本酒好きになったきっかけが独身の頃に飲んだ主人が作った文化人だったので、多分主人が作り始めた最初の年とかの鑑評会に出したお酒っていうのを飲む機会があって、それちょっとこうのけぞってしまうぐらいそれが美味しくて、そう吹聴したんですよ。美味しい、美味しかった、文化人っていうのが美味しかった、美味しかった、美味しかったって、こういろんな人に言ってたら本人が登場してきたような感じですね。自動搾り機との違いっていうのはやっぱり船ならではの味幅っていうのがありまして、それはやっぱり飲まれる方に多く言われる特徴ですね。お酒を搾るまでには十分な手間をかけますけども、でその代わりも搾った後にはなるだけも手を加えずにそのままのまあすっぴんの状態で商品にするという考え方で、みずみずしさと清涼感というものを特徴にしているお酒だと思ってます。去年で全国新酒鑑評会4年連続金賞をいただいたんですけれども、現場でやっているものにとってはやっぱり励みになることではありますね。一部商品についてスペック非公開にしているっていうのは気軽に飲んでいただきたいっていう思いがありまして、テーブルワインみたいなイメージでうちのお酒がいろんな方の食卓にあればすごく嬉しいなっていうのは常々思ってます。まあお魚もちろんなんですけど、お肉も結構合うと思ってます。あとまあちょっと複雑な味わいのものでも流しながら美味しく飲めるかなっていうのは結構思ってます。今まで日本酒飲んでなかった人でもうわっ美味しいって思ってもらえるお酒だと思ってるので、もっとこう裾野を広げるようなことにつながれば、上市の人々がうちの町の文化人って酒があるよってこうちょっとでも思ってくれるようになったらいいな、まあ、その息子が、まあ、継ぐか継がないかわからないですけど、もし継いだ時にそういう地域になってるとすごく嬉しいなとは思いますね。